おいおい、ちーちゃん、お前ショートカットになってなおさら可愛くなっちゃって、もうなんかこの画面だってめちゃめちゃブサイクになるのさ、この前だって可愛かったのにさらに可愛くなっちゃった。もうあなたね、何も可愛くないっていうものが存在しなくなる人間になりました。おめでとう、俺からの好感度爆上がりです。いらないか。ということで321ショット、ありがとう。俺の心の1ページにまた刻まれたよ。何してんの、邪魔、入ってくんな。お前は入ってくんな、アロハじゃないね。ということで、グッモーニング、マイネームイズバカラオージ、タンキュー。さあ、龍が如く8続きからやっていきたいと思います。前回はですね、なんとちーちゃんが戻ってきたのですが、ラニがまた奪われてしまいまして、まあとりあえずね、ちーちゃんが戻ってきたというのはね、もう事実なんで、それはまず第一歩だと思ってます。で、これからは、ラニを絶対助けるべく動きたいなと思う所存でございます。では行きましょう。ふん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 、間違いありません、あれは絶対に UFO です。なんだ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 、UFO？ 未確認生物物体との遭遇？ UFO って何かの見間違いでは？ UFO を見たのかな？光っていたならドローンとか、そういった可能性も。最近多いからね、ドローンとかそういう系ね。鶏を連れ去るドローンなんてないでしょ。鶏？私はっきり見たんです。鶏を連れ去るドローン、あれは絶対にキャトルミューティレーションよ。ごめん、何何それ、キャトル、何そんな大げさな。何ですかそれ、映画の見過ぎでは。なになに、何の騒ぎ。いや入ってくんな。カレンじゃん、警察の世話になるようなことしたんか。ああ、知り合いね。私は何もしてないわ。昨日の夜 UFO が出て、外で飼ってるうちの鶏を連れ去って。それまずいの。だから警察に何とかしてもらおうと思って何とかできる問題じゃないけどね。いや、 UFO ってお前マジか。まあそうなるよな。つか、キャトルミューティレーションって家畜が変死した状態のことだろ。連れてかれただけなら、それはアブダクションって言うんじゃないの。お前首どうなっとるん。ずっと聞いてたけど、ちゃんと調べておけよ。いや、ははじゃねえと、お前首どうなっとるんよそれ。この際どうだっていいの、ネタでもないし本当のことなんだから。っていうか、あなたたち全然信じてないです。かわいそう、カレンちゃんのこと信じます。僕はお願いです、鶏のベッキーちゃんを連れて行った悪い UFO を探し出して捕まえてください。でもここだけ言うとちょっと中二病心がくすぐられちゃうよな、警察官も。まあ鶏は盗難届という形なら受理できるので、そこまで言うなら書に行って書いてください。ああ、でもちゃんとまとめ取りかかってくれんだ。 UFO を捕まえるっていうのはちょっとね。いっそ SF マニアの人に聞いた方が。ああ、ダメだな。何よそれ、結局誰も信じてくれてないから。はい、信じます、信じますよ。いいです、自分で何とかします。カレンちゃん信じます、一番とこの俺が信じますよ。あ、なんだあいつ、勝手に切れていっちまったよ。お前のせいだ。てか、お前信じる UFO の話。寝ぼけてただけなんじゃねえの。ニワトリもただ単に逃げただけとか、そんなオチだろ。ああ、まあそんなもんだよな。たく人騒がせなやつだぜ。お前が宇宙人じゃボケ。おい宇宙人。口悪。鶏を連れ去る UFO ね。まあね、人間を連れ去る掃除機なら俺は見たことあるけどね。うん、人間を連れ去る掃除機なら僕は見たことあるんですけど、まあそれではなさそうだよね、きっとね。あ、いたいたいた。もしもーし。ん、あの人は確かパシフィックマンション前で警察署に UFO 出たと訴えてた姉ちゃんだな。確かニワトリが連れて行かれたとか、ちょっと気になるし声かけてみるか。かけてみようぜ。はい、お姉さん。なあ、ちょっといいか。え、あ、何か用ですか。いや、実はあんたがマンションの前で警官に UFO の話をしてるの聞いててさ。あなたも私をバカにしに来たんですか、行かれて SF オタクだって。いや、そんなんじゃねえよ。確かにいきなり UFO だって言われてもピンとは来ないけど、必死に訴えてるのを見てたらなんだか嘘とも思えなかったっていうか。うん、あとね、あと実際人間を吸い取るやつは見たことあるから、SF ではないけど現
在進行形で僕は記憶にあるんで大丈夫です。そこだけはね全部信じます。ちょっと気になっちまったな。だって嘘じゃないもの。私は見たんです。いきなり大きな UFO が現れてうちの庭にいた大事なニワトリを連れ去っていくの。でも UFO だもんな、浮かんでるってことだもんな。あのお掃除丸はさすがに地中だったからないもんな。それって他に目撃者とかなかったのか。そんな立派な UFO が出たら誰か見ていそうなもんだが。いないと思います。私の家は人通りの少ないところにあるので夜は大体誰もいないんです。それに UFO が光っていたのも少しの時間だったし。少し？はい、夜寝ようかなと思った時に庭で飼ってるニワトリが騒ぎ始めたので何かと思って出たら急に外が明るくなって光の方を見たらくるくるって回る円盤が飛んでたんです。私もびっくりしちゃって。あ、もう完全に UFO じゃん。完全に夢か UFO じゃん。そうかと思ったら今度は急にすごい音がしてうちのニワトリが吸い上げられるように浮いて UFO に取り込まれてしまいました。なんか聞いてるとかなり本当に、まあ、映画の見過ぎか本当に UFO かってどっちかなんだよね。でも UFO ってそんな間近で見れるものだとは思わないんだけどね。それでその UFO どうなったんだ。パッと光が消えてそのまま飛び去っていって。なるほど。その一応写真も撮りはしたんです。え？ん？あ、じゃあ、え、証拠あんの？え、写真って UFO の？はい。え、なんだよ。だったら最初からそれを見せたらよかったのに。バカにされることなかったろ。俺にもちょっと見せてくれよ。いいですけどその笑わないでくださいね。ああ別に笑わねえよ。笑える UFO の写真なんてないだろ。じゃあこれです。どれどれ。てかさ、笑わないでくださいっていうのもさ、本物の UFO だったら笑うとこいうかもう、うわすげえってなるけどね。ちょっと見せてもらいましょうね。どれですか。うわあなたが強すぎて、あなたが強すぎて、あなたが強いです。はい、そういうことね。そういうことね。笑わないでくださいねって、あなたが強すぎて笑わないでくださいねってことね。その気が動転してしまって思わず自撮りになってしまい、なんでかな、なんでピースしてんのかな。めちゃくちゃ余裕あるよ。それ警察官に見せたら、これは加工ですかねとか言われそうだけどね。間違いなく言われそうだけどね。え、いやなんでだよ。動揺するにもこうはなんねえだろ。絶妙にもどかしい写真になっちまってるじゃねえか。だからあまり見せたくなかったんです。絶対加工って思われるよ。これは付け加えて思われるわ。でも一応 UFO は映ってはいるんですよ。 UFO を撮れ。なんで自分を映した。なんだこれ。まあ確かに映ってるといえばそうなるかもしれんが。いや分からんて。光る電柱にしか見えんわ。別にいいですよ、信じてくれなくても。私一人でなんとかしますから。なんとかってどうするんだ。実は UFO が飛んでった先の方に広場が、行ってみたらミステリーサークルのような跡があったんです。だからまた出るとしたらその広場なんじゃないかなと睨んでるので、そこで一晩中張り込みます。絶対にうちのニワトリを取り返すんです。一晩中って。それに近所には牧場もあって他の動物たちもたくさんいるんです。もしもあの子たちがキャトルミューティレーションにされたらかわいそうですし、私が守ってあげないと。本当に UFO なのかさておいて嘘を言ってるようにも見えないな。絶妙であるが写真にもそれっぽいのが写ってたし、何より女の子が夜に一人で張り込みか。あの何か。いやカレンちゃん一人にはさせない。それが嘘でも本当でもどっちでもいい。カレンちゃんと一晩入れるのって幸せなことはない。別に出てこなくていい。俺が UFO になるだけ。で俺が UFO になってカレンちゃんを連れ去るだけ。わわわわわって、こいつは我々がいただいたーつってね、みんなのハワイ中のみんなに言っちゃおうかな。その張り込み俺も付き合ってやるよ。え？ニワトリをさらったっていう UFO を気になるし、人気の大場所で女の子一晩中張り込ませるわけにはいかねえだろ。でもいいんですか。任せとけ。ああそれに俺も一回くらい UFO ってのを見てみたかったんだ。SF 好きなのあなたの方じゃないですか。かもな。俺は春日一番だ。よろしくな。私はカレンです。それじゃあ春日さんよろしくお願いいたします。かわいい。それではまたこの場所に来ていただけますか。夜になったら落ち合いましょう。わかったよ。ちなみにもし本当に UFO が出たらその後どうするんだ。これからありったけの武器をかき集めるので集中砲火で撃ち落としてやります。すごいな。なんだ元自衛隊かこの子は。
なので春日さんが言ってくれると攻撃の幅も広がってとてもありがたかったりして、思ったよりも穏やかじゃなかった。それでは私は準備があるのでこれで失礼します。おおまたな。何者だカレンちゃん、どんな武器を持ってくんだ。水鉄砲とか。さてどうなることやら。いやそんなどうなることやらのなんか規模じゃないけどねこれ。え、夜じゃないと進まねえんだこのストーリー、ふざけるな。じゃあもうちょっとあれか、とりあえず散歩するか。誰からだ。何何急に始まったんだけど。誰カスが少々こっちでトラブル。ヤマイどうした。うちから裏切り者が出た。えばあさんをパレからに引き渡そう。うわマジで。お前ヤマイか。アカネさんがどうしたって。嘘来たな。わかる、造園はやぶさかじゃねえ。うわマジかよマジかよ。アカネさんを引き渡すですって。急いでヤマイんとこ戻る。なあもうやばいな。ヤマイんところのチームにもいたのか。やっぱやばー、どこまでいるのあいつら。うわ何この人数、何これ。アカネさんに緊急事態みてえだ。急がねえといかねえが間違いなく荒事になる。レベル 35? いやいやもう何レベルでもいいや。よし急ごう。アカネさんのピンチなんだ。おい開けろよボケ。え中に入れろ、ぶち破るぞこれ。ヤマイの部下じゃないのみんな。なんだこれ、あいつらヤマイの手下だろ。え、そうだよね、格好的に。どういう状態だよ。一番後ろ違いそうだな。でもボス、カスガス here。 は Good. Show him my face. はおい、この感じこっちに来るぜ。バラクーダじゃね。ヤクザたちは違う。おい、もしかしててめえオブラシじゃねえか。オブラシくんじゃん。ドワイト、てめえなんだよ。てめえがこの騒ぎを。ああそうだ、うちのビジネスパートナーがお前らにえらく怒ってるんでな。誰？さっきはどうも。カスガさん。うわーてめえ！その呼び方やめろと言いませんでした。ああもういっぱい言ってやろうぜ。えいちゃん、おめえがブリッジジャパンにいたって話を聞いた。ああ、分野だった時荒川組にはめられたのかもしれねえってことも。バンバンえいちゃんって言ってやろう。それで、おめえはヤクザに仕返しがしたくてこんなことやってんのか。いやマジしょうもないぞ。だったらだとしたら、いやしょうもない、ちっちゃい。おめえの恨みに茜さんも何も関係ねえだろ。二人に手出すのはもうやめてくれ、うん、本当にやめてほしい。その代わり俺一人で勘弁しちゃくれねえか。一番？はい、俺は荒川組の人間だし、ブリッジジャパンが潰れた原因も作って。ああそうだ、張本人だ。俺が A ちゃんに恨まれるってんならグーの根も出ねえ話だ。だからよ、煮るなり焼くなり好きにしてくれていい。今どこにいんだ、そっち行くぜ。うん、一人だけだったら十分に戦えるからな。あ、何一番、お前何言ってんだよ。どうした。いやさすが春日さんらしいですね。うんうん、一番こういう男だから。おあいにくさま、俺はヤクザの言うことは一切信用しない。いやそいつもヤクザだろドワイト。違うの。それにラニーをいただいたのもそれなりに理由があるんだ。理由とか必要ねえんだよ、小さい可愛い子をさ。集中するためにね。エミナさんと組むのも全てそのためだ。いやラッチる時点でおかしいけどね。あんたたち何をしようとしてるの。まあそれはもういいじゃないですか。それよりも当面のピンチをどう乗り切るんですか。いやいつだって乗り切ってきたわ。茜おばちゃんを引き渡したやつには病の島をくれてやる。おばちゃんって言うなお前。ドワイトにそう宣言してもらってます。もちろんパレカナが後ろ盾になるって。そういうこと。なんだって。このハワイではギャングにも警察にもパレカナの息がかかって。うるせえ黙れおもらし。そいつを知ってヤクザたちが生き残りたければ我々に忠誠を誓う。なんで偉そうにできるんだ。その証が病と別れのばあさんの引き渡しだ。え、病も。正直もうラニは手に入ったし茜おばちゃんに用はない。茜おばちゃんって言うなお前が。一ついいところは
あんたの母だってことだよ、春日さん。は？それを始末した時のあんたの顔って見ものじゃない。こいつどんだけイカれてるんだ。よっしゃ、親父と婆さんを探せ。はぁ、させるかよ。させてたまるか。あんたたちの死に様も動画に上げとくよ。今度こそボンボヤージュだ、春日さん。あ、てめえチンジャオロースだ。こうはいかねえ、クソが。こんなとこで死ぬわけにも。おめえとおさらばなんてのもな。ああ、また会おうぜ。行くぞ。絶対許さねえ。やっと仕返しできるチャンスが来たんだ。暴れさせてもらうぜ。行くぜちーちゃん、頼む。いきなり決めてくれ。ピルエットスピン。はっは、いい感じで決まったじゃねえの。からの一番の技決めちゃおっか。これにしちゃおっかな。バスターゲイザーの極み、新しい技。うわ、なんだこれ。おお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 おバスターゲイザーの極み、かっこよ。これで終わりじゃい、ボゲーボゲだぞー。よわー、さすが春日さん。でも休憩する暇はありません。あ、どんどん来い、どんどん来い、全部やってやるよ。ちょっと、あんな人数相手してたら日が暮れちゃうわよ。大丈夫よ、ちーちゃん、頑張れるよ。言う通りだ、春日。ここは一旦引いた。ええ、あれあれあれ、あのビルへ入ろう。あれあ、あれあ、俺そんなつぼ、あらららら、そう。おい、絶対迷宮じゃねえか、これまた。巻いたか。巻いたの？本当に？残念。そこに逃げ込むことも想定済み。おい、神の声やめろ。エイちゃんの声だ。どこにいやがる？ずっとエイちゃんって言ってる。いいね、一番。ご名答。あんたらしの動きは筒抜けだよ。うわ、嫌な声、なんか気持ち悪い。せいぜいあがいて。うわ、なんかブシャブルしてきた。やだ、なんかこれずっと聞こえんの。せいぜいぶざまに逃げ回ってよ、春日さん。はぁ、あ、でもなんかゲーム実況してるみたいで嫌なんですけど。俺の仕事取らないでください。なんかいないキャラがさ、なんかずっと喋ってるの、ゲーム実況みたいで、なんか僕の仕事奪われてる感じで嫌なんですけど。やめてもらっていいですか、Aちゃん、僕の仕事をなくすの。めっちゃ打ちいけ、あのさん、わたあ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 。はい、弱い。もたもたしてるとここまでまたすぐ追ってくるだろうな。でもシアタービルまで戻って正面の入り口から入るのは無理だよ。上に行こう。ここにいてもジリビンだ。たとえ敵の思惑通りでも進むしかねえよ。あ、絶対思惑通りだった。今見たとこ、ここは工事中みたいだし、なんか見つかるかもしんねえ。了解。ま、要するに賭けってわけね。いいわよ、乗ってあげる。決まりだな、上向くぞ。オッケー、行きましょう、立てましょう。何階まであるんだこれは一体。お、なんかあるのか。もうなんだこりゃ。何ですか。来ましたか。え、待ちくたびれました。ちょっと待ってください。ここまで頑張った春日さんに、とっては待ってください。ショベルカー、懐かしい。まさかまた重機と戦う羽目になる。また重機っていうパワーワードすぎる。何、どういう人生を送ってる。いや、セブンでも戦ったんすわ。来るぞ、構え。ああ、一回戦い済みだからもう慣れたよ。驚きもしないね。でも2機ショベルカー、2機巨大重機来た。懐かしいぜ。懐かしい。パワーショベル中島くんじゃないのよ。パワーショベル須田くんじゃないのよ。なんやねこれ、マジで意味がわからんのよ。とりあえずウォームアップ、オッケー。いやー、まさかまたショベルカー戦うとはな。これちょっと驚きだわ。とりあえずまだやんなくていいか。うーん、 KO ラッシュでやっときますか。 KO ラッシュいいね。あ、でも結構ダメージ入ってる、結構ダメージ入ってるから意外といけるぞこれ。いけいけ、バスイハッピーバスイハユー。サンドバッシュ、何これ。
どういう技？うわっうわっ、ちょっと待って待って待って、そういう感じね。こっち来ないのね。地面叩きつけるゲーね。オッケー、じゃあ足立さんめった打ちせよ。おど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 、ここが弱点でしょ。ダイナミックコンビネーション、なにこれ、ギアー、ちょ、なにこれ、痛い、やばい、ちいちゃん死んじゃった。これでとどめだ、いけー、うわ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 、やっほー、あぶねー、ありがとう、あさちさん、あぶなかった。やっぱり重機は強いな。なんと勝ててよかったぜ。カスがこれより上にはいけないみたいだ。どうせまたすぐ連中来るだろ。その前ちょっと休んでおいたらどうだ。うわー、あぶねー、いやガチで重機強かったわ。ん、もうちいちゃんやられるのショックだな。でも、ああでもなのね、叫びすぎて喉足りませんでした。大したもんです。ですがいつまで続けゲーム実況みたいに入れないでもらっていい？本当に早く来い。ねえ、もうしつこい。マジで本当に許せないんだけど。何か手立てはないよね。え、こっちだ、これに乗れ。え、嘘、しょべるか。嘘でしょ、今度は操縦するか。これで戦おうってわけね。え、本当にダメだ、こいつ一台じゃ大人数相手には分が悪すぎる。どうすんの。そんなことは俺だって分かってるよ。乗客は黙ってドライバーに従いな。え、信じるよ、トビー。トビー、おーおーおー、何すん、何すんの、何すん、どこ行くの、どこ行くの。え、まさか、え、無理無理無理、ちょ、嘘でしょ、トビー、行くぞ、トビー、何すんの、何をかけてる、重機じゃ無理だって。え、え、何すんの、うっそー、すげーな、どう行くのそれ。そうはいかんやろ。よく行こうとしたな。重機だよ、飛べるってすごいだ。どこまでお前を男になったんだよ。こりゃすげー。うご、ちいちゃん大丈夫か。いてて、なんで生きてるのか不思議なくらいだわ。いやトミー、やりすぎだよ。おーい、あたしさん、トミー、二人とも無事だ、心配すんな。何の騒ぎだ。お、俺らの事務所が。なんかごめんね。やろう、ぶっ殺してやる。え、これあれか、え、本当に病以外の部下全員敵だったの。え、お前ら病の忠誠心どうなったんだよ、マジで。え、ガチで許せねえ。病がかわいそうと思えねえのかよ。こいつらひどすぎる、ひどすぎる、お前らはひどい。よっしゃ、とりあえずそっちはオッケーか。次はこっちの番だよな。はい、合流。オッケー、全員集合っていうところでお前が戦うのね。問題なし、残りを片付けしまおうぜ。オッケー、じゃあ行くぜ。ピルエットスピン、足立さん特大の技見せちゃって。手錠デスマッチの極み、どういう技。あら、うわうわ、そういうこと、すげえ、どんだけ力あんのこのおじさんは。うーわー、飛んだ。定常外すぐらいの、ちょっと地味、ちょっと地味で、しかもちょっと弱い。足立さん最後また決めちゃって、おいしいとこ持っていきやがれ。いけ、オッケー、強かった。強かったんだけど、こいつ一時はどうなるかと思ったぜ。めちゃくちゃ強かった。よできてよかった。うわ、先を急ごう。いや、え、こんな敵いっぱいいるのちょっと辛いぞ。よし、やっと山へんとこ着いたぜ。さあ何が待ってても驚かない。誰もいない。ようこそ
春日さん最悪だエイちゃん最悪だこういう感じかよまさか俺を出し抜いた気で言いました？ムカつく！こっちは春日さんの単純な考えなんてお見通しなんだ。いや、さらにムカつく！安全圏から偉そうにしやがって。本当だよな。病の飼い犬はよく吠えるな。あ、めっちゃ吠えるよこいつ。ちなみにエイちゃんがどんな手使おうと関係ねえ。突っ切るまでだ。うん、俺は単純なんだな。そう、バカだからさ、俺らもその余裕がいつ剥がれるか見物ですよ。どこにいんだお前。話はここまでにしましょう。健闘を祈りますよ。ムカつくわこいつ。本当に匠の見物好きやな。どこから現れた？すいません、あなたたちどこから現れますか？体力を。じゃあからのこれや。みんなって言って二人やないかい。みんなって言いながら二人やんけ。よいしょー、よっしゃー、ドカーンと。ふぅ、オッケー。おっと、何？何？そんなんで、そんなんでいける？ちょ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 、手加減なしだな、ほんとに。よーし、ラスト、あたしさんまた決めちゃって。なんだ？ん？何？何これ？おい、毒ガスかもしかして。なんだこれ、毒か。ほんとに煙好きだな、エイちゃんは。おお、ガスなしでもな、ガスありでもなんも効かないんだから。効いてる。待って、毒を出してる。待って、あれを壊さなきゃ。え、ちょっと待って、効いてる、すんごい効いてる、すんごい効いてる。ダイレクトアタックされてる。ちょっと待って、ピルエットスピン。よっしゃー、どうや。いや、お前みたいなモブにこんなシーンいらねえって。一番負けてたまるよな。負けてたまるよなって何？ちょっと待って、負けてたまるよなって何？負けてたまるかーだよね。間違えちゃった、ごめん。だけど一番はどんな筋肉でも勝ってきたんじゃ、ボケー。決めろ、あいよー、へーっと。いや、ちょっぴりちょっぴり、もっとグアゴーって言ってくれ。そんなちょっぴりじゃ、ちょっと俺もなんか気合入ってたのに、その気合入らないというかさ。ケオラッシャー、取れ。おお、マジで強かった。また強くなっちまった。おい、エイジ、こんなもんかよ。まだまだいけるよ。ラニは必ず取り返すし、アカネさんも私は死ね。うんうん。それにエイちゃん、おめえに必ず会いに。必ずだ。直接言いたいことが山ほどあるんだ。待っとけよ。いや、何も言い返すな。うわー、逃げた。プップップ。私のせいで。病。あかねさん、ご無事で。大丈夫？指一本触れさせちゃいね。病。うちのもんが迷惑だ。やばい。あんたもすっかり敵だらけになっちまったね。こんなに仲間いなくなることある？くらい。今まで嫌ってほど味わってきた。かっこよ。それに。気合い入ったのがこんなにの。うわぁ、こいつらがいなくて残ってるからばらせ。そうみてえだな。すんません、ラニは連れてかれちまいました。そうなのね。そっか、そうだよな。ラニはネレ島に連れてかれた可能性が高いです。アカネさん、ネレ島がどこにあるかってご存知ないですか？あ、そうだ、アカネさんなら。それは私にもわからない。そうなんだ。教団の中でもごく人に入りの人間しか知らないことだから。そうなのか、しょうがないか。わかりました、心配しないでください。ラニは必ず俺たちが助けます。必ず助けます。アカネさんはどこか身を隠せる場所で待っていてください。大丈夫です、アカネさん。
それじゃあさあ行こうぜ。待て春日。あかねさんと少し話していけ。やばい。いやでもラニを早く見つけねえと。いやなんかあるんだろ。大事なのはラニだけじゃねえだろ。話せる人とは話せるうちに話して。何こいつ本当にかっこいいんだけど。なんなのお病。本当にいいやつやん。あ、でもこうやって二人っきりで喋るの初めてかもね。なんだかんだ会ってからゆっくりお話しする時間、そういえばなかったわね。ですね。なんか気まずいね。でも病には後で礼言わねえと。沢城さんの手紙であなたのことは全部聞いてる。ああ、桃源郷の店長さんに引き取ってもらったこと。ああ、神室町の人たちによくしてもらってたこと。ああ、中学を出た頃から毎日喧嘩に明け暮れていたこと。それは恥ずかしいね。まあその若気の至りってやつで。つか沢城の頭、そんな前から俺のことを見てたのか。ほんまや。ええ、沢城さんはずっとあなたのことを気にかけてた。沢城。ああ、そしてあなたは真澄さんに巡り合った。運命なのかしらね。運命かはわからないっすけど、出会えてよかったって思ってます。そうだね。そう。その後のことももちろん知ってる。組のために人殺しの罪をかぶったことも。あ、それも知ってるんだ。18年も刑務所で過ごしたことも。嫌ですね、こんな息子ね。あかねさん、こんなに伏しくれだって苦労したんでしょうね。いや、そんな大したもんじゃ。なのにあなたと真澄さんを置いて私は一人で逃げ出した。本当に本当にごめんなさい。うわ、いい、何これ。謝らないでください、あかりさん。謝ることなんか一つもねえ。親子なんだよな、本当の。確かに辛いことはあったけど、それも大半は沢城の頭のいびりだ。いやマジで怖かったもんな、あいつ。そりゃ俺の人生は自分で選んだ始まり方じゃねえけど、そんなの誰だって同じでしょ。茜さんは一生懸命生きようとした。うんうん。そんでこうしてまた会えた。それでいいじゃないですか。本当だよ、すげえよ運命って。それにあの町でいろんな人に助けられて、おやさんに出会えて、最高の仲間に恵まれて、俺は幸せ者なんですよ。一番だから、茜さん、正直あなたが本当に俺の生みの親なのかどうかよくわかんねえけど。生みの親だよ、もういいだろそこは。もし本当にそうならこれだけは言わせてください。信じられないよね。でもね、なんだ。俺を産んでくれてありがとうございます。一番。わ、一番って言ってくれた。こちらこそありがとう。うわあ、母ちゃん。不思議ね。はい。今あなたと真澄さんがダブって見えた。だって
もったいねえ。本当の親父だもん。そして俺にとって最高の褒め言葉です。そうだ、そもそも俺はこれを茜さん、あなたに届けに来たんだ。そうだそうだ、やっと届けられるね。一番おやさんの荒川真澄の遺灰です。受け取ってもらえますか。やっと渡せたね。よかった。ありがとう。ありがとう。茜さんが一番辛いもんね。一番抱きしめてあげろよ。まあそんな感じじゃないか。オッケー。ちいちゃんの絆イベントですね。ショートヘアバージョン。ちいちゃん。うん。もちろんそんなことないけど。うわー、いいわ。けど。さっきね。ジーヤから連絡があって。おー、ジーヤね。お忙しいでしょうが、そろそろお顔を見せてくれませんかって。ああ、会いたがってるやん。ああ、ジーヤって藤野宮家。いや、髪型変わったのも驚くんじゃない？ジーヤ。驚いて死なないかな？大丈夫？一番たちと動くようになってから私、もうずっとジーヤと顔合わせてないんだよね。まあ一番ジーヤみたいなもんだからな。ジーちゃんのこと心配してんだろうな。そうだね。しかもジーヤが言うには。千歳様は私に何か隠してる気がするってさ。バレてるやん。私は普通の留学生として平穏無事ですよって返事しといたんだけど。そうなの。それはジーヤさんの勘の良さを褒めるべきだな。大したもんだぜ、うんうん、さすがジーヤだね。さすが私の師匠だよ。師匠であれもおじいちゃんですからね。一度会って元気な顔を見せてあげたらいいんじゃねえか。確かにめっちゃハッピーでしょ。けど直接面と向かったらいろいろ探り出されそう。ジーヤは本当に勘がいいから。あで私に何か異常を感じればジーヤは立場上すぐ家に報告するでしょう、ね、いや髪型切ったことすぐ報告されそうだけどね。私にしてみればジーヤと直接会っていいことはあまりないわけ。あいっそ俺らのパーティーに引き入れようか。これでいっそ俺らのパーティーに引き入れちまうか。ちょっと強そうだもん。現って話せば味方についてくれるかも。ジーヤって強いだからね結構。それで藤宮家にも口を閉じて。あ、この顔この顔もちーちゃんのこの顔よ。そういう風にはならないと思うよ。ジーヤは父との関係が長いし忠誠心も強いから、ね、あそっちか。このままジーヤさんのことはほっといていいのかね。向こうからもちいちゃんを探しに来るんじゃねえか。ああ確かにね。その点は多分大丈夫かな。え？ジーヤはスマホもやっと最近使えるようになったお年寄り。ハワイに私以外の知り合いもいないし、だから一人で私のことを探し出せないから。ああジーヤ本当のおじいちゃんなんだね。まあそういう事情もあって私は今みたいに自由にやれてるんだけど。ああ大変だろうなおじいちゃん。ジーヤさん確か喜寿だっけ。喜寿。じゃあやっぱ気の毒だな。喜寿ってなんだ。ずっと一人で心細いだろう。ごめん喜寿って何。私もそう思うけどもう少しだけこのままやり過ごしちゃおっかな。かわいい。いいんじゃない。せめてスマホに何かいつもと違うメッセージでも送ってやったらどうだい。ああいいかもね。どういうこと。いつもやり取りしてるのは文字だけなんだろう。そこに動画とか写真とかを添えるんだ。ああ谷間とかね。うん。でもどんなやつを送れって言うの。谷間です。ジーヤ多分喜ぶと思いますよ。俺とのツーショット行こう。俺とのツーショット写真を撮って送るんだよ、うん、この人と一緒にいるから安心ですってな。安心できないだろう。不安心だわ。なんだかその言い方だとジーヤに彼氏を紹介してるみたい。あ、まま別にいいんじゃない。そうなるか。違う私が気を回しすぎてるだけ。一番考えてないからね。直接会わなくても元気な顔を見せりゃジーヤさん安心する。お前の顔見せる必要はないだろ。じゃあそうだよね。分かった。ちょっと考えてみるよ。あらららら。でもおかしな話じゃない。親は私に無関心でジーヤだけが気を揉んでくれてるんだから。確かにね。
そうだな。血のつながりだけが家族じゃねえ。ジーヤさんの話を聞いてて、やっぱりそう思った。それは本当に龍河子とかやってたら分かった。実際、俺も育ての親とは血がつながってなかった。春日次郎って、カムロ町でソープの店長やってたんだ。すごいよな。それでも、親子の情は確実にあったぜ。少なくとも俺はそのつながりを感じてた。ソープって言ったら一番ちーちゃん分かるのかな。誰か一人でも自分を気にかけてくれりゃ、それが家族ってもんなのかもよ。うわ、いいこと言う。そうだね。ありがとう一番。あ、ジーヤが家族とまで思ってくれてるかは分からないけど、私にとって大事な人なのは間違いない。うんうん。だからたまにはメッセージだけじゃなくて電話でもいいから直接話してみようかな。いや、いいと思うよ。それ悪くないと思う。俺ともお話ししようね。ついでに必要なら写真とか動画も送ってみる。一番のアドバイスに従って、ね、おい絶対通常やめとけ。そんな風に言ってもらえたら俺も話した甲斐があるってもんだ。絶対ツーショットだけやめとけ。今日は勉強させていただきました。おお、あえてマスターの写真を送るとかね。誰ってなっちゃうか。みんな見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト、次回のお話はこちらから見れるよ。またね。